こんにちは、キューブです。今回はですね、前々から注文していたものがついに届いたので、そちらをお見せしていきたいと思います。だいぶ久々になりますけど、変形しないアイテムのレビューですね。というか、今回のこちらのアイテムは発売から結構時間が経っているんですが、未だに注目度が高いアイテムと言えるんじゃないでしょうか。というわけでお見せしていくのはこちら、 OVA 版ダンバインニューストーリーオブオーラバトラーよりロボット魂サーバインです。はい、こちらのサーバイン、8月に入っていよいよ届き始めたという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。このサーバインはですね、実は最初に発売されたのはもう去年です。1年近く経ってますね。なんですが、最初の発売分はもうあっという間に瞬殺でなくなってしまって、ようやく再販分が発送されてこの8月に到着という感じですね。ちなみにその再販分もネット予約に関してはあっという間に瞬殺で、発売から1年が経った現在でもネット上ではほとんど定価以下では買えないっていう状態ですね。とまあそれだけの人気アイテムなんですが、ではまずパッケージから見ていきましょう。全体の見た目はこんな感じ。こちらのサーバインというロボットはですね、元々の原作にどのぐらい登場していったかっていうところと、今どのぐらい人気を博しているかっていう部分が随分と乖離していて、一体いつの間にこんなすごい人気を得たんだろうっていうところがやや不思議な感じのロボットですね。このサーバインの説明の前にですね、まずオーラバトラーダンバイン、聖戦士ダンバインというアニメ、皆さんご存知でしょうか。大まかなあらすじを説明するとですね、東京の吉祥寺に住むザマショウという18歳の少年が両親に反発してバイクにはまって走り回っていたところ、途中で事故ってしまってそこで命を落としかけるんですが、その時異世界への扉オーラロードが開いて、バイストンウェルという、まあ、今でいう中世ファンタジー世界のような世界観を持った場所へ単身で流れ着いて、そこで戦争に巻き込まれて次第に聖戦士と呼ばれる英雄的戦士になっていくといった感じの物語。なんだよ、流行りの異世界転生ものかよって思ったかもしれませんが、とんでもないんです。実はこのオーラバトラーダンバインというアニメが放送されたのは今から35年前、1983年ですね。つまりトランスフォーマーもまだ放送されていませんし、戦隊は科学戦隊ダイナマンとかが放送されていた、もうめちゃくちゃ昔ですね。しかもですね、飛ばされた先のバイストンウェルは単なるファンタジー世界とかではなく、ファンタジーに加えてその世界に住む独自の生物の殻とかパーツを使って虫の羽で飛ぶ巨大ロボットを使って戦争しているという、ものすごい当時としてはアバンギャルドな世界観でした。ですね、今となってはもう古典に数えていいものの一つとして、マジックナイトレイヤースっていう漫画がありますけど、あの漫画がアニメ化された時、ファンタジー世界と巨大ロボットものを合体させていることで斬新な世界観という風に非常に騒がれて、その騒ぎを見たロボットアニメファンは、いやダンバインの方が10年以上先だろって当時地味に言ってたみたいな、そのぐらい時代を先取りしていたっていうか、もう先取りの度合いが早すぎてちょっと当時は理解できる人が少なかったような、そういう感じの作品ですね。さすがに監督がガンダムの富野義行監督なだけありますね。なんというか、あらゆる意味でさすがというか、すごすぎる作品ですね。で、今言ったその作品の中に登場する幻獣生物たちのパーツを使って作られた機械とはちょっと違うロジックを持つ巨大ロボット兵器、それがオーラバトラーと呼ばれるものなんですが、実はですね、今回ご紹介するこのサーバインはそのアニメに直接登場したものではないんです。このサーバインはですね、そのダンバインという作品の、まあ、ガンダムでいうところの MSV みたいな感じのものが、メカデザイナーの伊豆淵豊さんによって、その放送後たくさん書き起こされて、その書き起こされたものがムックにまとまって、そのムックに書かれている設定とかメカとかの、まあ、実質的なアニメ化という形でその後に作られた、ニューストーリーオブオーラバトラーっていう OVA があるんですけど、その OVA の中にちょっと特殊な感じで登場したオーラバトラーですね。今の説明聞いてて、それってマニアックっていうことなんじゃないのって思った方多いと思いますけど、その通りです。これめちゃめちゃマニアックですね。ダンバインをもともと知っているという方でも、なかなかサーバインの出自を知っているっていう人少ないんじゃないかと思いますけど、にもかかわらずサーバインはめちゃくちゃ人気なんですよね。初回が発売されたの去年だっていう風に先ほどお話ししましたけど、初回の予約受付が始まった時のこのサーバインの瞬殺ぶりは、もう超合金バルキリーシリーズとかを上回ってるんじゃないかっていうぐらいの、もう圧倒的な瞬殺でしたね。自分もその予約開始日を頭に入れて当時争いに参加していたんですが、もう全く取り付く島すらなく難民になってしまって、今年の再販でようやくありつくことができました。それが今月届いたっていうことですね。では開けていくことにしましょう。パッケージから取り出すとこんな感じ。
中身を取り出して並べるとこんな感じ。このサイズのアイテムとしては比較的構成シンプルですね。まずサーバイン本体と、それからオーラコンバーター用の羽パーツが大小2組、それにオーラソードとその鞘、交換用の手首は4つですね。平手が両手それぞれに1つずつ、それからオーラソード保持用の手首とポーズ用の手首、それに説明書。ちなみに説明書はこのぐらいの感じですね。まあ今回のは変形するアイテムとかではないので、パーツの取り付け方ぐらいのことしか書いてありません。非常にシンプルですね。ではまずパーツを取り付けていくことにしましょう。まずこちらですね、オーラコンバーター用の羽パーツ。こちらは収納上こういう風に外してありますけど、一度付けてしまえばもう外す必要はありません。取り付けに関してはサーバインの背部のオーラコンバーターをこういう風に上げると、それぞれこの部分に2つずつボールジョイントの受けが現れるので、ここに取り付けます。4枚の羽パーツなんですが、実はこうやって見てみるとお分かりになるでしょうか。2枚ずつそれぞれ大きさが違っています。こちらが長い方のパーツ、こちらはですね取り付け用のボールジョイントが少し先端が L 字に曲がっていますね。そしてこの小さい方のパーツは L 字に曲がらず直接ボールがついています。まあこの形状を見ていただければ、わざわざ言わなくてもわかると思いますが、破損注意ですね。説明書にもこのボールに関しては破損注意と大きく書いてあります。まあこのパーツ触った感じだとそれほどパリパリのアクリルパーツっていうわけではないみたいなんですけど、まあいくらしなりに耐えるとは言ってもこれだけ細いので、ここは破損に注意が必要です。取り付けに関してはこの左右2個ずつあるボールジョイント受けについて、外側のボールジョイント受けに長い方の羽、内側のものに小さい方の羽をつけていきます。では取り付けていきましょう。長い方の羽についているボールがちょっと危ないですね。先端が L 字に折れている感じなので、取り付けるとき力が無茶な方向からかからないように気をつけた方がいいと思います。はい、取り付けが終了しました。普通に取り付けるとこんな感じになりますね。なおこのパーツに関してはですね、取り付ける瞬間さえ超えてしまえばあとはそれほど危なくないっていうものではなく、これだけ長く張り出している羽なので、ちょっと外から力を間違ってかけただけでテコの原理で簡単に根元に強い力がかかるので、これはですね取り付け終わった後も引き続き注意ですね。そして次にこちらのオーラソード、当然この鞘の中に納刀することができて、この鞘も実は本体に取り付けることができます。右側のオーラコンバーターだけこの部分のへこみの中がボールジョイント受けになっていて、ここに鞘を取り付け、普通こういった感じの剣の鞘って腰に装備されていたり背中についていたりするものですけど、羽の中腹についていて抜くべきグリップがこんな高い位置にあるというのがヒロイックなシルエットを生み出すのに一役買っていると思います。はい、すべての装備を取り付け終わりました。完成、サーバインです。ではスタイルを見ていきましょう。いかがでしょうか。まあ確かに登場から30年越しの発売ということで、プロポーションなんかに関しては現代的な解釈になっているところもあることはありますけど、基本的なデザインに関してはもう2010年代に発表されたと言われてもそこそこ納得してしまうような非常に洗練されたデザインですね。デザインした出渕豊さんはまあもう有名も有名、日本の特撮アニメに関するロボットデザイン市場にその名を残しているもう超有名デザイナーですけど、その中でも自分は個人的にこのダンバインあたりから逆襲のシャアあたりぐらいまでがゴールデンエイジだと勝手に思っていて、その中に含まれる非常にインパクトの強いデザインだなと思いますね。というかですね、こちらのサーバイン、冒頭で相当ダンバインの中でもマニアックなキャラだというふうにお伝えしたんですが、それでもこれだけ人気が高い理由はもう考えられるものとして一つしか理由はないですね。スーパーロボット対戦、スパロボで活躍しているからっていうところが非常に大きいと思います。スパロボでですね、ダンバインが参戦作品に入っている時、割と何回も隠しキャラとして印象的な強さを発揮したことがあって、そのせいでおそらくサーバイン人気が高いんじゃないかと思いますね。それに加えて言うとですね、スーパーロボット対戦におけるダンバインというと 3DS 版の最初のスパロボであるスーパーロボット対戦 UX という作品があるんですけど、これの中でダンバインの世界観が、というかまあバイストンウェルという世界の設定がといった方が正しいですかね、めちゃくちゃ印象的になるほどこんなクロスオーバーがあり得たかっていう使い方をされたことがあるので、スパロボにおいてダンバインの評価はあれ以来ちょっと高めっていう気がしますね。それも手伝っているかもしれません。
ちなみに余談になるんですが、今名前を出したスパロボ UX というのはですね、参戦作品がちょっと独特で、ラインバレル、デモンベイン、ダンクーガノバ、マジンカイザースカル、ファフナーみたいなちょっと特殊な組み合わせなんですが、その反面シナリオとクロスオーバーの敵に関して非常に評価が高くて、ぜひ参戦作品のうち過半数ぐらいを見たことがあったらやってみるといいんじゃないかと思いますね。なかなか驚きがあると思います。では各部のデザインを詳しく見ていくことにしましょう。まずは上半身周り。このサーバインは見た目の感じからもう完全にダンバインの正統後継機みたいなオーラを放ってますけど、実際設定上はダンバインよりむしろ前に作られたオーラバトラーっていうことみたいですね。プロトタイプの方が主役機よりも性能が高いっていうこの感じは、ちょうどガンダムとかに例えるとあれですね、ウィングゼロみたいな感じですかね。そしてサーバイン最大の特徴といえば、なんといってもこの頭部、胸周り、腰、それから剣の鞘なんかに描かれている金のエングレービング、これがなんといってもサーバインを一番ヒロイックにしている部分ですよね。そしてオーラバトラー系のアイテムの特徴であるクリアパーツで作られた胸装甲、このあたりはきちんとサーバインも踏襲されていますね。ダークブルーの胸装甲、非常に美しいんですが、ただ美しいだけではなく、ご覧ください、こういう風に左右に開くことができて、しかもですね、胴体もこの部分をこういう風に開いて、ご覧ください、コクピットシートをちゃんと開くことができるようになっています。さすがに中にパイロットが造形されていたりはしないんですが、それでもシートの形は相当しっかり作り込まれていて、スケール感のあった人型のものがあれば乗せておけるんじゃないかと思えるほどしっかり椅子の形をしています。そして各部の関節に関しては、動画の序盤で言った通り生物パーツを使って作られているロボットということで、細かくモールドが付けられていて、機械的な関節というよりは生物の体の一部みたいなニュアンスが出ています。実はこの上にある装甲部分もちょっと映像で見えるかわからないんですが、表から見るとツルツルなんですけど、後ろ側にはこういう生物的なちょっとヒダのようなモールドが付けられています。そしてこの下半身のデザイン、下半身も実は優れているんですよね。一見するとオーラバトラー系のよくあるデザインでしかないように見えてしまうんですが、実際並べて比べてみるとこういうデザインのオーラバトラーってほとんどないんですよね。こういうヒロイックなんだけれども一つの記号に頼っていない、何気ないようでヒロイックみたいな、こういう感じのシルエットのデザインが出渕デザインの真髄っていう気がしますね。これ実に素晴らしいと思います。ではここで顔のアップをお見せしておきます。顔のデザインも非常にいいですね。ダンバイン型を基本踏襲してはいるものの、各部がもう少しだけ複雑になっていて、より聖騎士の兜というイメージが強くなっています。そして上に出ているこの独特のカブトムシの角のようなパーツ、これも先端部分の分かれ方が少し複雑になっていて、ダンバインの上位機種っていう感じがすごい出てますね。実際は上位機種ってわけじゃないんですけどね。ただですね、ちょっとだけ注意なのが、このオーラコンバーターの部分、これ付け根のボールジョイントの可動角が意外と広くて、かなり上下に自由に動くんですが、この部分の角がですね、細くなっているので、こことオーラコンバーターが干渉して折れてしまったりすることがないように多少気を配る必要がありますね。まあそう簡単なことでは頭自体も稼働するので、まあ押されて折れたりしないと思うんですけど、かなり細いのでここは注意しておいた方がいいと思います。では可動を見ていくことにしましょう。まず頭部、ボールジョイント接続なので結構飛び出している部分がいろいろあるんですが、柔軟に動かすことができます。実はですね、頭部自体がボールジョイント接続ということ以外に、首もこういう風に起こせるようになっていて、実質ボールジョイント2つか3つが使われているので、かなり柔軟に座りの位置まで直して回すことができますね。次に肩、肩も非常に柔軟に動きますね。まず180度上上げることは当然できるほか、水平方向にもまあそこそこ上がります。ちょっとですね、この上腕の外側にパイプのようなパーツがついていて、これが肩アーマーと干渉してしまうので完全に水平までは上がらないんですが、まあそれでもポーズ付けが不自由というほどのものではないですね。そして肘の部分はメカニカルな形ではないんですが、ちゃんと造形的には二重関節になっていて、180度ぴったり折ることができます。そして腕の縦ロールに関してなんですが、実はですね、この関節ユニットの上と下両側に縦ロールがついて、両方で回転できるようになっています。下が回転することによって、いわゆるガワラ曲げ、前腕パーツが前向き横向きどちらでも正面に折ることができるというのがこの腕にも実現されていて、腕は相当柔軟に動かすことができますね。それとこの機体特有のことなんですが、ここについているこの鍵爪パーツも実は上下にかなり角度をつけて動かすことができます。そして胴体に関してもかなり柔軟ですね。先ほど胸にコクピットブロックが造形されていると言ったんですが、にもかかわらず、まず
予告芯をつけることができます。この予告芯はですね、胸ユニットと腹ユニットの間に関節があって、ここでつけられるほか、さらにこの腹ユニットと腰ユニットの間にもボールがあって、ここでもつけられるようになっていますね。さらにここはボールジョイントなわけなので、ここで腰を回転させることが当然できます。角度は浅いんですが、前後方向に屈伸させることもできますね。ちなみにこの腹部の前屈伸に関しては、前に傾けている状態だとコクピットハッチが開ききらない感じになるので、ここはちょっと干渉に注意ですね。次に股関節、一見するとデザイン上足にかなりフィットした近づいた位置までアーマーが来ているので、これに動きを制限されるかと思いきや、実際はですね、このアーマーは腰ではなく足側についているので、前後の可動に関しては非常に柔軟ですね。ちなみにこのアーマーは前と後ろが別々のパーツになっていて、それぞれ動かすことができます。たださすがに水平方向はちょっと完全な水平までは上がらないですね。まあでもここまで上がれば十分だと思いますけどね。そして股関節受けのすぐ下で縦ロール、まあここはちょっとパーツの形状があるので360度は回らないですけど、それでもきっちり90度外側ぐらいまで向けることができます。膝の可動に関してはこういう風にふくらはぎにかなり山形のものがいろいろ造形されているんですが、広く二重関節が取られているので、ご覧ください、正座できるぐらいまで曲げることができます。できるくらいまでというか余裕でできますね。足首にかなり張り出した形の走行がついているので、あの足でこんな風に綺麗な正座ができるのなかなかすごいですね。そして足首、この原獣生物の爪の形をそのまま利用した独特の3本爪のような足首がオーラバトラーの特徴の一つですよね。ここも非常に柔軟に作られています。まず足首の接続そのものがこういう感じで引き出せる二重ジョイントになっていて、二重ジョイントの下側はボールジョイントなので特殊な形なんですが、めちゃめちゃグリグリ動かせます。あと圧巻なのがですね、実はこの3つの爪、それぞれ2パーツずつ節ごとに別のパーツで作られていて、さらにですね、この爪は底を曲げることによって、なんとこんな風に完全に閉じることができるんですね。ここまでやらないとつけられないポーズってないはずだと思いますけど、これはすごいですね。それとですね、ちょっとポーズを取らせる時のコツみたいな話なんですが、この引き出せる足首の二重ジョイント、ここがですね、デフォルトの状態だとこういう風に後ろに倒れていて、この状態だとですね、ちょっとこちら向きのヒンジが緩いので、後ろのこの大きなオーラコンバーターをなかなか支えられない時があるんですよね。後ろに倒れやすくなってしまうので、それを防ぐための方法としてですね、この二重ジョイントの部分、完全に垂直になるまでこういう風に引き出してやると根元がすごく硬くなるので、こうやるとポーズつけやすいですね。後ろに倒れることもなかなかないと思います。そして最後にオーラコンバーターの可動、実はこの部分はですね、ボール1個ずつ使って接続されているだけみたいな感じなんですけど、受けがすごく広く切れているので、かなり柔軟に動かすことができますね。まずこの羽の部分、先ほど見ていただいた通りボールジョイント接続なので、まあ取り扱いは注意なんですが、結構広く動かすことができます。あとコンバーターの本体もこんな風に左右に広げることができるくらいまで大きく稼働させることができますね。というかパッケージに収納されている時、実際コンバーターこの向きになって格納されてますからね。それとこの剣の鞘に関してもボールジョイントになっているので、合わせてグリグリ動かすことができます。というかですね、オーラコンバーターに関して一番皆さんが心配に感じるのではないかと思われる、これ自体が自重に耐えられるのかという問題なんですけど、これはですね、あまり重たく作られていない上に根元のボールジョイントも十分硬いので、もう水平ぐらいまで、普通だったら絶対下向きに倒れてしまうような位置まで上げても全く問題なく保持できますね。ここは非常にいいですね。それと可動とは直接関係ないんですが、この後ろに出ているスラスターのような部分、まあこの中も生物的なモールドになっているんですけど、この奥にちょっと見えるでしょうか、3ミリジョイントが一つついているので、3ミリ穴を使った台座であればここを使って取り付けることができます。ポーズをつけるとこんな感じ。では大きさを比較していきましょう。ついこの間ご紹介した同じく騎士モチーフのこちら、スティールベイント並べてみるとこのぐらいの感じ。
両方ともかなり大型の羽型のものを持っているので全体的なボリューム感とかは割と統一されているかに見えますけど、実際頭の高さで比べてみるとスティールベインの方がだいぶ小さいですね。まあ基本ロボット魂はだいたい12分の1のフィギュアとかを踏襲した感じの大きさになっているので、頭の高さもともと高いことに加えて、サーバインはですねこの足の関節を結構引き出せるようになっているので、その分も頭が高くなっているかもしれませんね。いつも出している12分の1のネゴシエーターを横に置いてみるとこのぐらいの感じ。そうですね、頭の高さ大体同じと言ってもいいんじゃないでしょうか。やっぱり12分の1のフィギュアを基本にしているということのようですね。My maker I do ということで、こちらボイジャークラスのオプティマスプライムと並べてみるとこのぐらいの感じ。ですね、ボイジャーなので頭はこちらの方が高いんですが、全体感比べてみてどうでしょうか。後ろに背負っている武装なんかが結構張り出しているせいでボリューム感は割と近い感じがしますよね。今回のこのサーバインは確かに頭の高さは12分の1フィギュア準拠なんですけど、思った以上にボリューム感があります。以上、久々の変形しないロボット玩具のレビュー、 OVA 版ダンバインニューストーリーオブオーラバトラーよりバンダイロボット魂サーバインのレビュー、いかがだったでしょうか。実はですね、こちらのサーバインには単体でも人気が高いことに加えて、今これと組み合わせてぜひ置きたいもう一つのアイテムがプレ版で受注中で、何かというとですね、ちょうどこのニューストーリーオブオーラバトラーの OVA にサーバインの敵役として登場した巨大オーラバトラーズワウス、ダンバインというアニメの方にズワースっていう機体が出てきて、まあそれを3倍でかくしたみたいなモンスターオーラバトラーなんですけど、それが今受注中なんですよね。これがですね、めちゃめちゃマイナーなキャラにもかかわらず単価2万円で今3次受注になってますね。どこのどんな人たちがそんなに大量のズワウスを買ってるんだろうかって個人的に結構疑問だったりもするんですが、自分もそのズワウス注文したので、そちらが届いたらこのサーバインとセットでまたレビューしたいと思います。お楽しみに。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。楽しんでいただけたでしょうか。チャンネル登録はこのすぐ下にあるボタンから、スマートフォンやタブレットでご覧の方は動画の下の赤い登録ボタンから登録できます。よろしくお願いします。さて今回のロボット魂サーバインのレビューいかがだったでしょうか。このダンバインっていう作品もそうなんですが、長い間ずっと名作として愛されてきたような感じの作品に出てくるロボットって、もともとのオンタイムのファンが知らないようなところでいつの間にか意外な活躍を遂げていて、気がついてみるとものすごいマニアックな出自を持つにもかかわらずものすごい人気が高くなっていたり、そういうちょっと乖離を起こしたりすることって時々ありますよね。実はですね、このダンバイン系の最近のリニューアル立体物、特にロボット魂のサイドオーラバトラーのシリーズはですね、どういうわけだかどれもこれも出るとあっという間に売れてしまうんですよね。まあこういうサーバインみたいなキャラクターが瞬殺なのは結構ヒロイックなんで分からなくもないんですけど、例えばドラムロとか敵メカでヒロイズムとは程遠いような姿をしているようなやつでも、もう出るとたちまち売れてなくなってしまうみたいな、本当オーラバトラーシリーズはそういう感じで信じられないぐらいロボット魂バリエーションが広いんですよね。というわけで今回はこういったことに関して皆さんに伺ってみたいと思います。皆さんはすごくマニアックな作品だったり、あるいはメジャーな作品でも登場しているキャラやロボがマニアックだったりしたせいで、まさかこれ商品化されるなんてこと絶対ないだろうと思っていたのに、まさかの商品化が実現してしまってびっくりしたものって何かあるでしょうか。ぜひ下のコメントで教えていただけると嬉しいです。ちなみに自分はというとですね、他の作品を引き合いに出すまでもなく、このダンバインのさっき名前を出したズワウスっていうオーラバトラー、あれが2万円の完成品で発売される日が来るとはちょっと驚き以外の言葉がないですね。マジであれ一体どんな層からそれほどの支持が集まってるんでしょうかね。すごい不思議ですね。他の作品で言うとですね、これ確か前何かの動画でエンドトークにちょっとだけ出したことがあるような気がするんですが、魔導キンググランゾートっていうアニメに出てくる武者メタルっていうロボがいて、これがですね最初敵ロボで、しかもゲストで終盤にだけ出てくるみたいな、確かにインパクトの強い形はしていたんですけど、これが量産品になるとか絶対ないだろうって思っていたものの一つだったんですが、見事にメガハウスが変形するマスプロで出してくれましたね。あれは個人的に歓喜しつつも、これ本当に採算取れてんのかってかなり疑問なところではありましたね。皆さんはそういったマニアックな作品だったり、メジャーな作品の中でもマニアックな登場の仕方だったりしたせいで、いや絶対これ商品化はないだろうと思っていたのに実現してしまってびっくりしたアイテム、何かあるでしょうか。ご意見お待ちしています。